第2回チキチキ僕はどこにいるか選手権イエーイということで、この画面のどこかに僕が隠れています。はい、まあ一生懸命探してみてください。前回はギリースーツやったな。そう、今回は別にそんなずるいことしてません。あんなもうチートみたいなことしてません。あれ、かくれんぼチート行為やからね。さあ、見つけられたかな。正解はここでした。はい、そのとこいました。結構分からへんこれ、うん、割とこう木目に近い感じにこの鎧がなってるから、まあまあまあきちんちゃんと見れば分かんねんけど、パッと見分からへんな。今回は何をするかと言いますと、この新しく作った拠点に農園を作りたいなと思います。ここですね。ここに新たに農園を、そう、はい、建築しよう。で、じゃあこの農園をするためにはどんな生物が必要で、どんな材料が必要か、じゃあ K 説明してください。ここら辺一面温室にするために、うん、水晶とセメントと金属が必要だから、うん、まあそいつらをまず取ってこないといけないっていう話よ。農場を作った後は肥料が必要になるから、うん、まあ糞が必要なんで、フィオミアを捕まえて大量の糞を作る。はい、なるほど。で、まああれよな、フィオミアだけにまあ糞を任せるのはまあ心もとないと、我々も協力しようよっていうことでできたのがこちらです。うん、ふざけんなよマジで。お前この家唯一のさ、しっかりした机やのにさ、なんでやっちゃったから。ああ、流しちゃった。ああ、卓上トイレは卓上トイレ。おい、どこに流れんねんこれ、流したら。自分のインベントリーに入ってる。え、お、ほんまや、肥料として入るんや。だからこれで人もあの肥料作成に貢献できる。なるほどね。これで座ってうんちができると、ブリュー。うん、でもう一つ、ここに新情報なんですが、ここのトイレのインベントリーの中に生肉を入れた状態でトイレに座り、あ、いけた。あ、できた。あ、で、じゃあこれインベントリーの中見てください。はい、おお、はい、食べられたものじゃない。今回から生肉を入れて配便をすると一瞬で駆食肉が入手できるようになったんです。便利、便利やけど、ね、便利。じゃあ早速水晶とフィオミアと、はい、まあこの辺ちょっと農業できるように整備していこうということで、じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。てててててててよし、あった。おい、ブジュジャンとお前カフェな。プテラの大群や。あ、これこれ馬だ。馬おった。やだ、馬だ、やったこんなところにいるわけがない、馬が。いや、ちょっと役割分担しようか。俺ここもっと埋め立ててさっきやりたいから、清宮捕まえてくるわ俺。じゃあ僕水晶やっとくわ。清宮って普段捕まえへんからさ、その辺にいると思ってるけど、さすがにレッドウッドにはおらなさそう。レッドウッドおったらもう格好の食料やろな、やつらからすると。ああ、清宮見つけた。もう清宮おった。うん、もうおった。今水晶90レベル。90? いいんじゃない。はい、これ捕まえて。あ、これか、ウンチング侍。クソ野郎。よし、え、息脱ゆずしたよ。脱よし、じゃあベリー入れるよ。はい、よし、入れた。はい、完了。はい、早い。豚でありゾウみたいな話してんなこいつ。山のてっぺんまで来たけど。来た、来たけど、水晶…あ、あった、水晶発見。ハッチミストだけはやろ。ああ、フィオミア中へ来た。フィオミア、名前何しようかな。クソ野郎。お前の名前はブリュウォッシュや。ウォシュレットがついた。ブリュッとしたウォッシュでブリュウォッシュや。いい名前や。いいね。水晶結構あの集めれるし、アルゲン半減持ってるからまあまあ運べる。第1分したわこいつ。何第1分。単位そんな単位あるのか。はい、これ、はいはい、出てきて。こいつの手目すんの。おう、新顔、新顔。はい、ナイス。あ、死んじゃった。ああ、死んじゃった。死んじゃった。はい、帰ってきた。どこでレベル何本、そいつ15。考えろよ、15? お前考えろよ、お前考えろよ、お前。まあ、硬そうな足の裏かな。いやいや、考えろよ、お前。
ほらお前お前さ無理やって15はもっとレベル高なこと。罰を与える俺は。じゃあ、やめろお前。罰を与える。無理俺は罰を与えなあかん。2回連続はもう言ったら俺警告してこれやからもう。だってないねもうこれしこれ以外に。いやライフルあるね。あーちょっと待って。水辺いける。よーし、あったんじゃん。耳やったやんけ。あーちゃうわ、これ罰なんで。あ、これがあの納屋。そうそう、なんかいろいろ保管するためのな。な、うん。おー、すげえ、いいじゃんこの納屋。いいっしょ。うん、道の駅にあるトイレみたいな。トイレに見えてきたな。いやいや、まあ、落とすな。悪口やん、それ。落とすな、お前。ふん転がし連れてこれるかな。おらんくない、ふん転がし。洞窟とか行かな、無理か、さすがに。あれ、その辺におらんかったっけ。めっちゃレアやけど。なんかいそうやけどな。その辺ってどこやねん。第一拠点近くとかの川辺になんかいたような気がするぞ。だけんな、ふん転がし洞窟のみって書いてるやないか。あ、マジで。じゃあ、謝れ、神ゲー攻略さんに。あ、これ罰ゲームじゃないんですか、ボルさん。お前や、これ罰ゲームの系じゃないですか、これ。あとで高所から落とす系にしょす。さすがです。よし、お前の名前はブジュジュアントや。はい、一匹な仲間が増えました。よし、これちゃんと、まあ自動じゃない。おい、ブジュジュアント、お前かわいいな。どうしたん。ついてきてたわ、普通に。ついに農園ができました。こちらでーす。イエーイ。じゃじゃーん。はーい。思ってたよりしっかりできたな、広いし。確かに、うん、はい。見てください、ここに並んでる清宮たちを。農園よりこっちやな。ケツしばかれてるわ今。ちょっとね、かわいそうやけどこれが一番効率が良かったよな。場所取らずにお尻をこっち向けることによって、うんちしたらすぐに回収して、うん、後ろの小枝目に入れれるように。もう早速1個肥料できて。できた。うん、まあ、こんな感じでね、小枝目にね、藁とうんちを一緒に入れることによって肥料ができるんで、この肥料を使ってこちらですね、この温室庫があるので、ここでね農業を始めていきたいと思います。早速今から人参を育てたいと思います。ここで。よし、田植えじゃ、田植え。田植えは田植え。まず肥料をまいて、はい、肥料をまいてる。これで、お、生えてきた。早速生えてきたよ。お、でか、早。すくすく育つように。農業完了。農業完了。じゃあこれで収穫待つか、うん、ちょっと。1 hour later。 はい、そろそろ人参ができたと思うので確認してみましょう。はい、はい、確認進行。下ろして。もういい、もういい、それもやった。やっきやった、もうそれ。頑張れ、水のとこに。水のとこに助けてくれ。もう浅いって。あ、浅いんやって、こっちは。うえー、お前外したな一発、お前。はい、でね、人参がね、ここ今あいつ諦めてできたんで、はい、5個できてますね。はい、合計でね15個できてるので、今からエクウソを探してね、テイムしていきたいと思います。だいたい平地にいるって。うん、うおー、プテラの大群や。あ、これおお、お前やった。これうじゃうじゃうじゃ、俺はプテラノドン、やば、スズメみたいにおるやん。何やらね、このアイランドには1頭だけユニコーンっていうね、まあ、神話の生物がいるみたいなんでね、それに出会えたらラッキーやな。馬でテーム難しいとか意味わからへん。お前マイクラなんか見てみろよ、お前。いざ現状もお前さ、あ、これ馬か。あ、これ馬だ。馬おった。ちょ、おったけど。じゃあ掴め。あ、やべ、掴め。掴んで飛べ。いや、あのユタラプトル、あ、殺されたか、これ。あユタラプトルにやられた。あ、トロイはトロイですやわ、ほんまに。いるっちゅうことが分かった。実在した。実在した。何やねんそれ。あ、いた、馬。お、いっぱいおるやん。近くにもう一匹いた。おい、連れて帰れ、連れて帰れ、とりあえず。あ、早っ。追いつけへん、早い。あかん、人参がちょっと追いつきよる。腐ってまう。あ、よっしゃ、掴んだ。レベル15。掴めたから持って帰るわ。15やけど、うん、羊なんよ、さっきからパカラパカラ聞こえてみたら。羊に引き目や。羊だらけや、ここ。なんや、あ、これ、こういう羊じゃねえや、クマだ。ク
クマだ。こっちは羊だ。もうヤギばっかり。羊か、羊ばっかり。もうパカラ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 鳴らしやがって、羊のくせに。こんなところにいるわけがない、馬が。こんなずっと切れてんだ。ティラノスいないんだからひたすら切れ散らかしてる。当たり前じゃんお前、なんでおらんねん。見ろお前、もう一周してきてもうたわお前、島の周りをぐるっと。馬の形してて見つけられへんかったらもうおらへんってことやん。こんなに探しておらへんねんで。おった？馬かもしれん。あれおった？馬かもしれない。やだやだ、馬だ。やったー、20レベル。 おい、子連れかもしれんこれマジマジか。あ、子連れや、子連れ。お前ら来い、お前ら来い。来た。ようやく来た、ようやく来ました。かわいい、シマウマだ。かわいいやん。はい、ということで、先ほどね、捕まえてきたエクスたちがね、大人になって成長してサドルも作って、今からね、性能の方をチェックしていきたいなと思います。はいはいはい。エクスはね、サドルがなくてもあってもどちらでも騎乗はできるんですが、サドルがあるとね、いろいろなことができるんですね。例えばサドルの中で、まあ、セメントとかね、火薬とか、あとは麻酔薬とかね、いろんなものが作れるんですが、何よりもエクスは唯一投げ縄を作ることができるんですね。はい、縄はね、こんな感じで生物につけるとね、引っ張ることができるんですね。こうやって走るとおらーテームしてないけど、まあこうやって、まあある程度の大きさの生物ならこうやって、うん、まあ連れていくことができる。飛んだ。トラップとかね、安全なところまで運んできて、まあ安全にテームとか、そういう風に使えるのかな。うわうわ、かわいそうなことになってで、あと面白いのがね、この縄は人間も使われるんですよねこんな感じでね、逃げようと思ってもビヨーンって引っ張られて、おい、おら、馬引きの系になる。なかなか無理やな強制的に連行されていくワープするこれはあの貴族で流行った遊びです中世の遊び、市中引き回しの系。基本性能はですね、クリックで通常攻撃、こんな感じの噛みつき攻撃がね、できます。頭突きもあるな、突き上げも、うん、で、右クリックをすると後ろにね、こうバックドロップっていうかな、後ろに蹴りを入れます。後ろに回り込まれても安心。安心、そうやな、うん、獅子王も殺すバックドロップ、うん、で、多分ノックバック効果あり、これ、うん、多分あると思う。で、Cキーを押すと雄たけび、ナポレオン。はい、ナポレオンごっこはできませんこれ。まああれロバやけどな、あいつこの子はどっちかというと移動用で、そう、小回りがね割と効くんよね、乗ってても。そう、なんか調べたらあんま効かへんって言ってる人もいるけど、まあ使ってみた感じは、うん、結構普通に曲がれる、うん、そう、ダッシュしながらだとちょっと曲がりにくいかなと思うかもしれんけど、まあ、歩きながらこう回す、ほら、うん、これこの橋の幅でも全然余裕でいける。そう、全然余裕で回れるから使いやすいし、で走るのも結構速い。結構速い。そう、前作の ASE の方では速度に重量が触れるから、わざわざエクストやなくてもいいっていうところはあったと思うんですけど、ティラノでもね速度触れば速いから、うんうん、ただ今回は速度が触れないからエクストの速さってかなり貴重で、しかもね見てください、モルオ、このジャンプをするとかなりね、うわあ、こうやってもかなり飛べるんですよね、奥の方がねそう、はい、これ結構ねいいですよ。で、あとエクスの特徴としてはスタミナがねやっぱりとんでもなく高くて、なかなかスタミナが尽きることがない。ケラチンとかいろいろな材料の重量をねカットできるんですね。それが割と幅広くカットできるんで、ほんと運搬用、移動用としてはかなり重宝できる、うわすごいよな、生物かなと思います。じゃあこの後僕たち3人でもう1体捕まえてきて、次回はねエクスの競馬場を作りたいなと思いますので、楽しみにお待ちしていただけたら嬉しいなと思います。それではじゃあのー、あいつグラップリング服作ってくるぞ、あいつあいつあ、いいよ、俺このまま降りたらお前と、あ、ちぎれた、あバイ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 、あー、怪我してきてるあーほら、おー、あー行ったか、おーおー生きた全部あの肥料行きになったから、おい上がってきた上がってきた上がってきた、ガリミムスが上がってきた、ガリミムスが上がってきた、あ、そいつはまあええわ。
うわ、うんこしていきやがったこいつ。もう死ねばか、誰がトイレやと思われてる。あはは、引きずってる、ほんまに。おお、すごいすごいすごい、虫にやられる。追いつかれ。引きずってる。あはは、すげえ。ほら、お、閉じ込まれた。ああ、引きずってる、引きずってる、引きずってる。ワープしよう。引きずってる。もうこれ首にかかっとんや。やば、首絞めてる。まっすぐ走ります。おぉ、なんか、やば。うわぁ、うわぁ、失敗したタコ揚げみたいになってる。うわぁ、引きずってる。あ